充電器持ってくるんで待っててください。よいしょっと。まつげ作ってるってどういうこと？まつげ作ってるとはどういうことですか？今日めっちゃ自然光良くない？今日はスクショしていいよみんな。今日ねスマホスタンド忘れてお家に、だからティッシュケースに立ててます。充電器なんかさ充電器がいっぱいありすぎて、充電器めっちゃ使うんですよ。なんかまずスマホが2台と、あとはあれなんだっけ、モバイルバッテリーのやつ。そうです。待ってる間、友達を待ってる間、ネットでどれが似合うか選ぶまちさんはけなげじゃない。優しい、好き。1983さん、パンありがとう。ドマさんありがとう。しずくちゃんかな。あ、違う、アヒルさん、違う、ペンギンさん、ありがとうございます。ねえ聞いてください、皆さん。私お仕事終わってすぐホテル来たんですよ。でもね、あのホテルのチェックインがずっとできんくて、そうずーっとできなくて、レイちゃんとホテル一緒に来たっちゃけど、レイちゃんはすぐ入れたんですよ。でも私の名前を間違ってたみたいで、そう間違っちゃったらしくて、私永遠になんか予約確認できないですみたいな、前もね、前もあったんよ、めっちゃ前に1回だけ、ハッツさんの名前でそう予約がされてて、そう多分ハッチさんが2個あってみたいな、そうで、そうハッチさんが2個あってみたいな感じで、あのハッチさんの名前でそうやった時あったっちゃけど、ハッチさんの名前って逆だったのかな、なんか、あそう住所かなんか入れたら、そうハッチさんの名前が出てきたよ確か前はね。今日はなんか多分日向が2個あったんやと思う。そうそう、基本的にそう3時からなんですけど、1時間ぐらいロビーにいたわ。ロビーに座ってて、なんか3時からチェックインやからさ、お客様がさ来るじゃないですか。そのの全員見送ってました。そう私も入りたいと思いながら、そうもうちょっと早くショールーム始めたかったんですけど、なんとか入ってこれましたよ。今日めっちゃいいです、めっちゃいいホテル、めっちゃいいホテル、嬉しい。あれテロップ打ちたいんですけどね、打てないですね。話し会
よし。まあでもなんとか入れたので、ピースです。今日手鏡忘れたのよ。手鏡忘れたから、難しかった。ショールームの画面じゃ難しいですね。リップリップリップ、かわいくない？かわいくない？これめっちゃ一目惚れで買った。これはベイフロー、めっちゃ一目惚れで買いました。これベイフローのね、バッグかわいいんですよ。でもなんかポーチかわいくて、なんかオレンジのやつとね迷ったんですけど、オレンジと青っぽいやつとこれがあって、オレンジのやつと一生迷ったんですけど、ちょっと選ぶ時間がなくなってきちゃって、最初に目についちゃった方を買ったやつ。のんちゃんお疲れ様で、ありがとう。みんな今日も来てくれてありがとうね。今日はなんかめちゃくちゃ久しぶりに、3年半ぶりに会えたよって方とか、あとね、なんかそう広島とか大阪とか、あ、それこそ宮崎とか、そうめっちゃ遠方から来てくださる方多くて、すごいね、なんか胸がギュッとなりました。嬉しくて、うん、ありがとうございます。アーサーさんありがとう。お星様、レインボースター、みんな今日楽しかったですか？かわいい、本当にこれかわいいと思う。オレンジのやつも欲しい。かわいい、これ待って、リップ塗ろうと思ったのに。河合さんに倒れんくてよかった。よかったよ、本当に。そう、おじちゃんがね、そう、来てくれた、来てくれた、そうそうそう。よくわかったね。そういえばね、言ったっけ、ケイトのラスボスゲットできたって。あの、なんだっけ、ディップモンスター。見て、今日、あ、ね、今日さ、わかりやすくない？みんな髪切ったの10センチさんの切ったんですよ、髪10センチ切ったのわかります？みんな今日お話し会でわかったかな？10センチ髪切ったこと。そう、明日もみんな会えるのでね、楽しいにあったんですね。触れるの忘れちゃった。あ、髪の毛前髪も切ったよ。髪切ったことが問題ではなくて、ポニテないこと。ポニテポーズしたやん早くショールーム始めてくれたのでまだ酔ってません。お、えらい、総帥さん今日もありがとう。ね、ゾゾマリンの隣なんやね、初めて知った。この間も来たのにさ、1ヶ月前、ん？何ヶ月前に来たっけ、前に来たのにさ、そうね、今日初めて見たゾゾマリンの入り口。そう、今日来るときに車両の中が見えて、そう
やだよ、ポーズだけ。2月20日か、あ、じゃあめっちゃ前ですね。3、4、5、6、4ヶ月ぶりくらいですかね。なんか今日全然なんかさ、なんかさ、今日さ、全然ね、楽屋の雰囲気が違って、雰囲気？楽屋？楽屋が違って前回と。なんか今日は、なんかね、幕張メッセ初めて来たような気持ちになりました。うん、そう、今日なんか初めて来たような気分になるくらい新鮮な感じのお部屋だった。そう、今日はね、ひゆかが隣に座っちゃって、イメミールさんが来られて、あと京香さんと同じテーブルでした。そう、うん、あ、今日もファンの皆さんの写真ちゃんとお撮りしましたので、分かってくれたかな、みんな。みんなでも結構ポーズ取ってくれたからよかった。そう、お話し会の時、そう、この間始めたんですよね、写真を撮ろうって思って。なので皆さん、私がカメラを向けたら、スマホをこうやってしてたら、あの、ポーズ取ってくださいね。ビッグタオルとか、そう、去年のかな、去年の生誕グッズのビッグタオルとか、そう思って来てくださってる方いて、遠くからやったけどめっちゃ嬉しかった。目立つね、あれば嬉しい。レンで目立たないようにしてた。いやいや、緑目立つよ、嬉しい。明日の話し会が待ち遠しい、嬉しい。ねえねえ、今日さ、30度とか、うん、待って、私バカですね、充電器持ってきた割にはさ、充電器に刺さないっていう、アホ。うん、 28% しかない、 28% しかない。あ、そっか、これで、センター試験、なんかセンター試験とか懐かしいね。AKB なの？今日の配信は、今日どうしようかな。今日夜もできたらやりたいなってくらいの気持ちでいるんですけど、まあ、とりあえず、何時までしようかな。まあ、30分、1時間。何時までしようかな。じゃあ、そうだな。じゃあね。じゃあ30分ぐらいにしようかな、なんとなく。夜できたらまたやろうかな。30分ってすると何時になるんだろう。何時から始めた？なんか自然光いいね、メイク映えするかも、ちょっとだけ。うん、今日空のを優先したので明日行けませんって。明日はお母様を大切にしてあげてください。ピンクのクマさん、ありがとう、たい焼き。あ、26分からやってる。あ、56分やったら早いね。早いね。じゃあ、
分ぐらいまでしようかな、10分ぐらいまでしようかな。あ、じゃあ切りよく26からやろう。じゃあ切りよく5時とかは、待って、あ、くしゃみ出そう。15分経った早いね、早いね。いいね、やっぱ自然光って。アーサーさん、たい焼きありがとう。今日ね、そういえば飛行機で今日飛んできたっちゃけど、宮崎から。今日ね、めっちゃ混んでましたよ、空港。なんか今日ね、めっちゃ飛行機多分飛んでました。いや、毎日飛んじゃうと思うけど、なんか特に、なんかね、今日ね、あれでしたよ、なんだ、着陸待ちみたいな、着陸待ちで、なかなか飛行機が降りれんくって、そう、大変でしたよ。そう、結構集合時間ギリギリでした。だから着くの、そう、なんか社長椅子みたいな。どう、サウナ社長っぽいですか？イエイ。そう、でもレイちゃんもね、今日ね、遅れてたって言ってました。30分ぐらい。一緒、私も30分ぐらい遅れました。今日到着。どんな会社？そうですね、私の会社ですか？それはまあ入社してからの秘密ですね。そうね、ソロノンが幸せに生きれる会社。一応には無理がある、ちょっと。そう、サノンが社長なら飯も食べずに仕事する。あら、働いてくれるんですか、私の会社で。宮崎便は機体が小さいから結構揺れる。ああ、確かに、もう揺れますね。あ、うらんちゃん、ちゃんと帰れたかな。ご飯食べてる？お、お友達と。ちょっと名前言ったらあれだから。社長秘書？社長です、私。掃除係？掃除係か。厳しいですよ。サウナの会社は社長が優柔不断なので経営は傾きます。いや、サウナそういう時はしっかりしてるんで、きっとね、きっとしっかりしてるんで。あ、まだ幕張おると。あらま、私はいないぞ。いいね、楽しんでるね。うん。ねえ、明日さ、みんなさ、暑いんやろ？今日と明日暑いよね。今日明日暑いって言われたんですよね、パパに。でももうお洋服決めてたので、あ、でもね、片っぽはね、この今日のこの通り、あの涼しげな格好に変えたっちゃけど、もう片っぽはね、どうしても着たくて帰っちゃないんですよ。暑いよね、絶対長袖なんて。長袖なんですよね、明日。そうなの、明日大丈夫かな、長袖。今日受け取ったオンラインのサインの色紙、机の上に飾る。嬉しい、ぜひ。いや、本当会えてよかったよ。選んでる服、サロンが普段選ばないのにしてるからね。え、
どういう系？どういう系？かわいいの？楽しみ。でもやっぱ自分が選ばんお洋服ってさ、自分普段選ばんからさ、その通り、その名の通り、その名の通り、なんていう、そういう通りに、言葉の通り。だから嬉しいよね。新しい自分に会えるやん。そう。国葉さんありがとう。抱き合わせで最悪美女で会うことになってごめんね。全然可愛かったよ。しかもなんかちゃんとメイクしてた。びっくりした。クールな方、クール？楽しみ。クールってどんな感じだっけ？楽しみにしてる。嬉しい。クールか。クールなサウナに会えるかな。20分で準備終わるのすごいね。普段何分？すごい。しかも1時間半さ、会場までかかるのに寝坊して大変だよ。でもそれ言うとね、今日ね、みんな聞いてください。最近さ、毎日さ、なんですっけ、目覚ましかけちゃっちゃけど、でもならんこと送って、そう、今日もなんなかった。今日もなんか途中で止まってましたね。止めてないのに。普段サーノンが着ている服からこれを選びそうだとだなと分析して、あえてそれを外す。おお。普段は1時間、1時間か。私も1時間やな。そう、困っちゃう。やから今日はマミーの声で起きたんですけど、でもね、それより前に、ちょっと前に自分で起きたんですよ。それで止めたんかな今日は。どうなんやろ。でも今日目覚めよかった。今日もスーパー早起きだから、みんな今日空の5時台から起きてますよ。ちゃんと起きてますよ。昨日の夜にアラームつけ忘れた。なんてこと、大事な日に。そう、スーパー早起き。やけど今日眠くないんですよ。ファンの皆さんのパワーのおかげかな。眠くないっていうね、なんか今日。そう、めっちゃ早起きですよ。頑張った。昨日お洋服決まらんすぎてさ、昨日夕方ぐらいから何着も着替えてね、お洋服決めたんですけど、夜になればなるほど、マミが早く寝てほしいって、早くお風呂に入ってほしいってちょっとイライラしてましたね。そう、いつも決まんないんですよ。優柔不断なので。しょうがない。お出かけ用とレッスン用とおしゃれ用。嬉しい。かわいいの。嬉しい。お代理の話し会に行って、そのの推しじゃんって言われた。嬉しい。空の虫って言ってくれてんの嬉しい。そう、マミーおこ。そう、
よく決めるのって難しいよね。難しい、難しい。すごい難しいんですよ。なんかさ、私さ、どっちかに偏っちゃうんですよね。上ばっかり買う日とか、そう、まあ、基本上ばっかり買いがちやから、そう迷うよね。そう、合うものが、どうしようみたいな。そういえばこの間逆も下も買っちゃけばよかったなとか、そうよくあるよね。そう、合うやつをあえて片っぽしか買わない日が多いんですよ。そう、今日のファッションとても好き、嬉しい。素材がいいので似合う方構成を見定めるのは面白い。そうなんですよ。いや素材は、でも嬉しい、そうやって言ってくれて。そう、買いがちよね、上ばっか。わかる。でもね、上はさ、上があったらさ、上めっちゃ可愛いのとかさ、あったらさ、めっちゃ着こなせるやん。そう、しかもめっちゃ気分上がるやん。そう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 。上買いがちよね。大事よ、でも。そうそうそう、それでそう、上ばっか買っちゃって下はもないとかね、よくある。そう、そう、上下買うとさ、結構なお値段するじゃないですか。そうなの、わかる。なんか次にしようとか思っちゃうよね。そう、下なくても上着れるやろとかさ、そうそう思っちゃったりしたら、後でお家に帰って絶対後悔するんよ。めっちゃ後悔するんよ。そう、いつも後悔する。昨日も後悔した。この間お買い物行った時さって、下も買えばよかったやんって。そしたら今日迷わんやったやんってね、なる。カズさんにサラナちゃんからカズさんの名前出てきたって言ったら、やばい、かわいい、好きって返信来た。かわいすぎる。何かわいい。友達とかと相談してかの、私は友達にはあんま相談しないですね。あ、めっちゃ仲いい子とかだったら聞きますけど、でもあんま聞きません。あのね、お友達とお洋服かぶっちゃうんですよ。そうすると、そう、あの同じようなお洋服を好む子だったらかぶっちゃうよ、一緒に買い物行くと。あと、まあ優柔不断やから一緒に行かないっていうのもありますけど。そうだから、私は友達とお買い物行っても、お友達が買うのを、あの何、お友達のお買い物に付き合うの方が多い。そう、お友達のを選んであげるとかが多い。自分じゃなくて、自分はもう一人で行きますか、あのマミと。そう、次行ったらないんよ、そう、欲しいやつ。次来たら逆を買うって思っても次ないよね。そうそう、あ、マミーに写真送ってしょっちゅう聞きますよ、そんなの。でも空が好きな方がいいんじゃないってくるので、私はめっちゃ困ります。あ、ループできます、嬉しい。確かにループ嬉しいよ。ループだってさ、何回も会えるやん、嬉しい。迷う理由がお金の時は買うし、あ、確かに確かに、結果そうかもね。だって結果買うならさね、確かにそうかも。今ね、グルカサンダルもなんか欲しいんですけど、めっちゃ迷いますね、やっぱり。最近会えてないので7月の話し会前日程申し込んでしまいました。あ、4日間会えるってこと？嬉しすぎ、嬉しすぎ、嬉しすぎ。
みんな7月絶対来てください。7月は4日間いるんですけど、そう7月最後なので、そう皆さんぜひ待ってます、待ってますよ。そうお誕生日もあるので絶対に来てください。サロちゃんと話すことたくさんありすぎて何から話せばいいのか分かんなかった。キャって可愛い、そうね、可愛かった。今日も楽しかったな。うん、ポニテ願い事叶えてくれる、うん、そうね。29日のお話会いきます。待ってるわ。7月のオンライン待ってる待ってる。あれですよね、七夕の次の日とかですよね、8、9とかよね。待ってるわ。58分なわ、ありがとう。じゃあね、ランキング読もっか。今日キッチンカー来てたんですか。来てないと思う。え、今日キッチンカー来ちゃったん。来てなかったよ多分。ケータリングがありました。でも直接ソラノちゃんに悩みというか話してちょっとすっきりした。ソラノンカウンセラーじゃん。え、カウンセラーになれてたちょっと何でも送ってね。キッチンカーおったん？どこに？それメンバーの？メンバーもキッチンカーあるん？え、ショック。ね、みんな教えてくれんやったやん。キッチンカー来てるよとかさ。まあでも今日も美味しいご飯食べれましたので。あ、ファンの方、ファンの皆さんのね。じゃあメンバーケータリングかな。お団子、みたらし団子。待って、みたらし団子さ、それなんか昨日送られてきた LINE に、700円みたいなやつ。え、そうなの。それ今日食べたかったんですけどなかったです。ちょっと明日持ってきてください、私に。なんかコリコリしてる。ここ700円、それ700円、面白いわ。みたらし団子の、みたらし団子が700円したのそれ。なんか高級やね。美味しそうやった。でも写真が、明日もおるん。あ、そう、明日変わるらしい。そうそう、明日何やったっけ。うん、明日のも来ましたよ。でも言わん方がいいよね、きっと。結婚にも行く。待ってるよ、待ってる待ってる。光らせて。また明日コッペパン。あ、そう明日、あ、え、もう発表されちゃう。それなんか卵サンドとね、あんバターサンドみたいなやつやったはず。なんか給食の献立みたいな感じでね、そうメンバー用のケータリングとキッチンカーのやつがなんか来たんですよ昨日。4つ。そう知ってる。うん、なんかジュースも美味しそうやった。なんかドリンクもなんかオシャンティーやなかった。パン屋さんなんや。へえー、じゃあみんな明日も楽しみやね。じゃあね、そろそろみんなランキング見ますね。また夜時間あったらというか、夜気が向いたら配信しますね。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。とりあえずランキング読みますね。13位吉尾さんありがとう。12位は高時さんありがとう。11位はブーちゃんありがとう。10位はカズトさんありがとう。
9位はソースさん、ありがとう。8位はピンクのクマさん、ありがとう。7位はコイチさん、ありがとう。6位はピンクカメオさん、ありがとう。5位はナーアットマーク初リアルお話し会、楽しかった、ありがとう。でこちらこそ遠くからありがとう。4位は黒曜さん、ありがとう。3位はアーサーさん、ありがとう。2位はドマさん、ありがとう。そして1位はヤス1983さんでした。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。夜するか迷ってるって感じですね。ありがとう。今日はがしの人にスマホ買ったから下げてたの注意されてビビった。あれスマホのこと言われちゃったっちゃ、何やったっちゃろうと思ってちょっと気になってた。え、ダメなんや、スマホ肩に下げちゃう。分かった、スクショ何したらいい。せーの、せーの、ちょっと待って、ありがとうございます。はい、じゃあ皆さん見てくださってありがとうございました。今日はオンラインありがとう、オンラインじゃなかった、リアルお話かありがとうね。そう、ゆりちゃん髪切ったんだよ、早く会いに来て。うん、皆さん7月のお話会4日間あるんで、そう、そちらの方も待ってます。今月はね、もう明日しか会えんから、みんな明日思う存分会いに来てください。今日いっぱい来てくれて嬉しかったよ。そう、でも明日来れないよって方多かったから、みんな明日来てね、待ってる。じゃあ行きます、せーの、そらのじゃんけん、じゃんけんブン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 。バイク乗りたいな、バイク乗る、バイク日和やんね。でも暑いね、みんな今日暑いから熱中症にならないようにしてください。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。また会えたら夜会いましょうとりあえず一旦バイバーイ、ありがとう。